ンドクエストでレアチケ結構出たので引きます。今回初音ミクコラボがあるってことは、強襲で特別なキラー持ちはすぐに必要ないので、雪ミクを狙います。確定まで待って猫缶使ったらいけないのか。現時点で確定があるかわからないのと、強襲に備えて猫缶は温存です。ボーカロイドで欲しいのは雪ミクだけ。特性が気になったので今回引いてみることにしました。属性を持たない敵に滅法強くたまに動きを止めるのか。今のうちの戦力を考えたらぜひとも欲しいキャラだな。13回回せるので、出ないかもしれませんが出るかもしれません。猫缶は無料で集めてるのですが、タップ上位からただいまで金を食らってます。1週間以上かけて攻略するゲームを、1時間で終わらせるからだ。強いフレンドがいたら簡単ですよ。当然新規以外はポイント交換、レベル制限って本当にきっついわー。新規以外全部外れだからな。この端末に関してはそのせいで攻略できなかった事例も多いし、すっげー損してる気がするんだが。ポイントもどのキャラに振るか迷ってるからね。ただコラボキャラって結構すごいのがいるから、欲しいところはあるんだよね。当たる時は当たりますが、ダメな時はダメです。なおただいま強襲をクリアしてるところなので、動画編集は並行してやってます。こんなことで当たるのかねえ。とにかく新規は絶対条件だ。それ以外は現状損益だぜ。ポイントがいっぱいある以上そうですね。経験値も結構準備したので、安定した戦力を準備したいところ。さすがに渋いな。確定が来るかわからんが待った方が良かったんじゃないのか。物事には棋戦を制する必要もありまして、余裕のある間は挑戦したいのですよ。新規キャラの猫凛ですか。猫缶5個とユーザーランク上げには使えるな。今回の新規キャラでしたね。レベル40度目なので戦力としての期待値はありません。今抱えてる問題は、古代渦の絶ステージを攻略できるか。もちろんこのコラボの中に該当キャラはいません。何か特徴持ってるのが当たればあるいはだな。移動速度や射程が重要ですね。にゃんこのボーカロイドはポイント交換。割合からすれば出ないのが普通ですが、新規キャラを当ててみせます。ルカは持ってるのでポイント交換。面白いキャラではあるんだけどな。ブリかマグロを持って攻撃するんだよね。さあお次は何かな。猫連ですがこっちは移動速度が速そうです。金額、特性次第で化けるかもな。まあこの手のガチャは新規が増える前に、欲しいものを取るのが鉄則。まだチケットはあります。この端末に関してはコレクター色は強くないので、戦力追求型です。それなら極猫さえ引いた方が良かったんじゃないのか。超激レアの被る確率が高いんですよ。欲しいものはたくさんありますが、こちらを優先させていただきます。確率で言えば極猫の方がいいんだけどな。ほら、次がラストだ。選択を誤ったことを後悔するんだな。新規入手では条件を満たしてるので、勝利条件は、微妙です。極猫で取れる新規は超激レアだけだけどよ。負けたな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。まあなんとかします。当たりが狭すぎる気がするけどな。